こんにちは、プロオブヒモこと田中です。突然ですが皆さん、冬服の準備ってもうできてますか？日本はそろそろ冷え込んできて、もうみんな秋服で過ごしてるのかなと思いながら見てます。そんな中、まだインドは暑くて、今だいたい最高気温が30度ぐらいで、最低気温が23度ぐらいの気候です。なので見ての通り、まだまだ半袖で過ごしています。なんですけども、インドも10月末からずっと冷え込むみたいなので、今回冬服を買ってきました。まず前半はそのインド人の方と一緒に行ったマーケットの様子をお届けして、後半でそこで買った服の紹介をしていきたいなと思います。前回は夏服を紹介したんですけども、今回は冬服ということで、どんな服が売ってたのか楽しみに見ていただければと思います。では早速参りましょう。ジャンパスマーケットっていうマーケットに来ました。今日一緒に行ってもらうムグラ先生です。こんにちは。荷物検査を通過します。おー、あ、かわいいですね、あのブルーのやつ、この色ね、かわいい。この色、あ、その色もあるんだ。ちなみにこれはおいくらで交渉しました？300。安いな。いつもと同じ。交渉上手ですね、本当に。すごい。いろいろありますね。いや、すごいめっちゃ安くなりましたね。1250ルペだけど、今は40。けど450分すごい下がったな。はい、こちら1着目なんですけども、このグレーのセーターを買いました。で、今あの10月の初めの方なんですけども、27度で冷房つけてて、ガンガン扇風機回しててもめちゃくちゃ暑いです。正直ね、この値段の服やから保温性とかはないかなと思ってね、舐めてたんですけど、結構暑いですね。まあこれは良かった点の一つでもあります。あとちょっと気になるのはこの肩ですよね、なんかこの衣がね、モンスターズルック感が出るんですよね。そこがまあちょっと気になるかなっていうのは正直あります。ですが、まあこのネックのところのね、あの彫りも浅くて、ちょっとボートネックみたいになってるので、割と可愛いなと思いました。あと後ろは全然開いてないので、こんな感じです。こちら2着目です。ここが深い V ネックになってて、あの中に何かしらインナーを着ないと着れないような服なんですが、こんなね、普通のニットワンピの何を気に入って買ったのかと言いますと、ででん、こちらです。ここのね、あのフリルとキラキラが可愛くて、これを買いました。この下のスカートのところにもついてます。3着目、こちらのスカートです。これはですね、普通のニット生地なんですけども、ここのね、このフリンジがちょっと可愛くて買っちゃいました。丈的にはちょっとロング寄りのミドルって感じですかね。で、全然裏地とかついてないっていう状態です。若干この下腹が出そうなあのタイプの服なので、ちょっとね、食べに行く時とか気をつけたいなと思います。まあ実際もそんなこと気にしてないのかなと思
思ってるんですけど、はい、4着目こちらのスカートになります。ちょっとね、今シワが目立ってしまってるんですけども、革っぽい感じのスカートを買いました。で、ちょっとこれウエストが緩かったんですよね。なんでこの後ろで調整しろって言われたので、この後ろで結んでるんですけども、なんともちょっとあんまりしっくりこないなっていうのが今の正直な感想です。気に入ったポイントとしては、このボタンが可愛かったなっていうのと、この生地感でこのボタンでっていうスタイルはあんまなかったので、これは可愛いなと思って買ったんですけども、どうなんでしょうね。一回外出て着てみような分からんっていうのと、伸ばしてみような分からんなっていうところが大きいです。はい、ここから番外編でアクセサリーをちょっと紹介したいなと思います。で、今月末から一番大きいお祭りのディワリっていうのがあるらしいんですけども、それに向けてこのアクセサリーを購入しました。で、最初はこのピアスなんですけども、めちゃくちゃ大きくないですか？こうするとわかるかな？めちゃくちゃ大きいんですよ。で、こちらもネックレスですね。めちゃくちゃごついめちゃくちゃごついし、キラキラしてるんで、やっぱこの地味な顔に似合うんかっていうのは結構不安やったんですけども、やっぱこのサリーとか豪華なものに合わせると全然違和感なくつけれるなと思います。ちなみにこれ1つ50ルピーです。めちゃくちゃ安いですね。はい、というわけで今回の紹介は以上になります。いかがでしたでしょうか？夏服はね、ちょっとインドらしい柄とかも多かったんですけども、冬服はやっぱりちょっとウエスタンスタイルというか、まあ私たちが普段着てる洋服みたいなものが多かったなと思います。ですが相変わらずのね、破格の値段ということで、冬服でもそんなに変わらないんだなっていうのにちょっとびっくりしました。今回の動画が面白いなと思った方は、ぜひともグッドボタンを押してください。そしてこういうところどうなのとか、ここ面白かったなとか、いろんなね、感想とか疑問がありましたら、ぜひともこのコメント欄、もしくはこの概要欄にあります質問箱っていう匿名でメッセージを送れるフォームを貼っておりますので、そこにぜひともコメントいただけると嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひまた次の動画でお会いしましょう。またねー。